ダメ、お前。どうも、そんなに安いのバイク車検大久保です。リクエストがあった、ものについて字じゃなくて、動画で説明が欲しいとかっていうか、まあそんな感じなので、そんなとこ登らないの、なんでそんなとこ登ってんの、なんでそんなとこ登ってんですか、あなたは。段ボールの上に座るソフィア、こんな感じ見える、段ボールの上に、はい、崖からバイクを落とした時には絶対に自分で引き上げようとしないっていうことを説明したいと思います。でこの間お客さんで、崖からバイクを落とした人がいて、まあ、1メーター半、2メーターなんですけど、ちょっと引き上げられないということで静岡の山の中まで、助けに行ったんですが、結局やっぱり、1人じゃ絶対無理だなっていうのが判断できました。まあ結論から言うと、例えば1メーター崖から落としたバイクを、まあたった1メーターだから上がるかなと思って上げようと思っても、考えてみるとですね、例えば軽トラにバイクを乗せる、あれ多分600とか700ミリだから70センチぐらいだと思うんだけど、そこまで担いで持ち上げられる人だったらば、その1メーターぐらいだったら引きずって上げられると思うんですけど、冷静に考えるとそれは持ち上げてバイクをトラックとかに乗せるっていうことができなければ、まあ無理だなっていう判断で、もう1メーター以上バイクを崖から落としちゃったっていう場合は、もうすぐ諦めて、助けを呼ぶっていう感じが良いかなと思います。まあ、実際、手動式のこう大きいラジェットを持って行って、2人がかりで、多分あれホンダの125のオフロードなんだけど、100キロ前後しかないと思うけど、それでも2人でも結構きつかったので、まあ、できれば大人が4人とかぐらい集めていかないと素人さんだと上げられないかなっていうところですね。なのでバイクを崖から落とした時はすぐ諦めて、まあ、助けを呼ぶに行くのに改めて、人を集めて助けに行ってくださいっていうことを伝えたいと思います。以上です。